普通のアイアン用のモーダスと、モーダスウェッジとの違い、冬芝の上でやったらどうなるのかと。あ、違う全然違いますね。鹿沼さん、おはようございます。おはようございます。富士山が綺麗ですね。綺麗だよね。なんだろうね、富士山見ると写真撮りたくなるよね。何枚も何枚も同じような写真撮って、そう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 。富士山があんだけ白いってことは、今日寒いんですよ。真冬です。はい。ゴルフ場のアプローチ練習場に来ています。で、そこで何をやるかと。去年の真夏に普通のアイアン用のモーダスと、モーダスウェッジとの違い、これいろんなシチュエーションから比較検証をしていただいたんですけれども、はい、今度冬バージョンということで、冬芝の上でやったらどうなるのか、変わるのか変わらないのかね。そうですね、っていうところをちょっと検証していただきたいんですけれども、まあ夏だろうが冬だろうが、季節によって変えるっていうよりは、その打ち方だったりとか、特に冬ってこう下が硬くなるじゃないですか。だから多分打ち方とかそのクラブの入れ方の違いによる、ソールの当たり方の影響っていうのは、多分夏よりは大きく出てくると思うので、はっきり出るよね。そうですね、なのでこういう打ち方にはこっち、こういう使い方をしたいんだったらこっちのシャフトっていうのがより明確に分かりやすいのかなというところで、今回この2本を使って検証していただきたいと思います。はい、じゃあですね、ざっくりしそうな硬いねところから、冬芝一つはこういうペタペタのライン、もう絶対じゃないですか、ボールの下にこう隙間がない、転がるもんだね。隙間がないから、ちゃんと入れなきゃいけないっていう状態が一つ、あともう一つは硬いか柔らかいかが分かんないっていうのもあるじゃないですか。確かにそうですね。時間によってライのコンディションが変わってきて、例えば少しウエットだけど凍ってて濡れてて硬いとか、今これちょっとドライな状態で、でも寒いから硬いっていうのとか、その判断がすごい難しいじゃないですか。それをどう探すのかも違うと思うんですよ。だからそのライで、じゃあ冬だから芝がないから、じゃあボールに対して直接入れたいと思うのか、じゃあないから滑らそうって思うのか、どっちが多いんだろう。僕はね、もうとにかく綺麗に打っとくのが安全だって思うタイプなんですよ。ボールだけ、じゃあ栗ちゃんの綺麗に打つは、レベルに振る、レベルに振って、もう9番アイアンとか、ウェッジでも50とか54とか、ロフト立ってるもので、もうその辺でもパターみたいにこうもうとにかくこう。もうこれだけ。でも普通にやる人ってどっちが多いんだろうね。こういう時ってパッて見た時に上げる選択肢って、これだったらあんまりないじゃないですか。ないですね。転がしていきたいですよね。転がす時にこうやって転がすのか、こうやって転がしに行くのか。多分こうしたい人が多いんじゃないですかね。どうするだろうね。自分は滑らす派なの。滑らす派。滑らす派に持ってこいのモーダスウェッジをまずじゃあ、うまく打てる打てないちょっと抜きにして、やりたいことは、僕を開きます、開いて少し右を置いてハンドファーストにしておいて、この状態でこのまんま少しこうやって入ってくる、でこの辺にから滑ったらいいなみたいなで、滑らせる前提で少しその分こうやってインパクト入れたいんだけど、今のが一番着ってなったやつ。なるほどね、あ、分かった。じゃあ、いろんなシチュエーションで鹿沼さんがイメージする打ち方で、両方こう打ち比べてみましょうか。じゃあモーダスウェッジでちょっと低く滑らす、と思ったらボールに直接いっちゃいました、何球やろうか。3球ずつぐらいでやりましょうかね。今うまく打った感じ。いいですね。だから滑らすって言っても、自分の場合こうやって少しターフっていうかこうは取れる感じです。これ一番やっちゃいけないやつ。次がじゃあモーダスの、ツアー115ですね、同じ感じで打っていくと、こっちだとああいう1球目、で次が。ちょっと直接入りすぎちゃったねって感じで、今度抜けすぎちゃったね、って考えると、今みたいに打つんだったら最後のやつ自分のもう完全にミスだからしょうがないんだけど、こっちの戻すウェッジの方が自分の打ってる感じとして、こうやって持ってこのぐらいの距離でシャドウこうやってしててもここが動く感じはするんですよ、だから少し上目からこうやってリーディングエッジが下に入った感じになってても、インパクトさえ緩まなければフェースがちょっと上を向いて滑ってくれるから、比較的大きなミスにこうやってやった時にならない。ああ、なるほどね。今も結構こう滑らせていながらちょっと差し気味にいってても、ここのこんな芝がないところでも前にヘッドがずるって滑ったじゃないですか。だからああいう感じになるのが、こうやってすごく今みたいに強く入れてあげてっていうのがやりやすい。今みたいに勇気のある打ち方できません僕はもしくは今ちゃんとこうやって打ったけど、本当にラウンド中だったら自分はこうもうこうするから。ああ、そうですね。僕もでもそっち派ですね。もうこうしちゃって、もうこう、遠側でこうしておいて、このまんまパターみたいにこうやって打ってるから。でもさ、こうやって打ったらさ、シャフトって関係あるの？ありますよ。多少関係ありますよあるある俺関係ないんじゃないかって思っちゃうんだけどさでも多少って言ったぐらい、そんなには関係ないこうしておいて、ほら一緒じゃんいや、変わる音が変わったでも確かにこっちの方がこうやって打ってても球が強く出る。強く出るな。ほらこれ失敗しないもんやっぱ。おお、入った狙ってないから入るのかなちょっと強いね。そうですね。だから同じ距離感で打って、2ヤードぐらい飛んじゃう感じはする。やっぱ冬これがいいんだな。ちょっとほら打ち方講座みたいになってますよこれをやるときに結構グリーンのこのぐらい、ここがカラーだとしたらこのぐらいエッジの時ってすごく使うんですよ、ポンって。でその時にいい悪いじゃなくて、球が強く出た方が好きなのか、柔らかく出た方が好きなのかって当然ロフトも関係してくるんだけど、あると思うんです。でこれだと強く出るから、大げさな話ちょっとちっちゃめにこうやって打って距離合わせていく感じになります。で猛出すウェッジだとこっちの方が強くとか大きくこうやって打っていく感じでも、ボールが飛びすぎる感じがない。どっちがいいかはわからない。僕はこっち派です。こうやって打ち比べると違うね。でも変わりますよね。これもっと短く持ったら変わるのかな。先の動きだから変わるのか。変わります。でも冬芝はこうしたくなる時もあるじゃない。あるある。今度115。あ、違う全然違いますね。違う。ここ持った方が違いがわかる。あ、そうですか。ちょっとクイちゃん1球ずつやってみて。どれぐらい？これぐらい？そのぐらい。これ猛打スウェッジです。怖いから結構強めにこう行きたくなっちゃうんですよ。だそうなった時にこの115だとほら。硬くない？ほらもうこれが嫌なんですよ。硬いよね。硬い。ほらでもさ、パターのシャフトでさ、柔らかいシャフト好きな人と硬いシャフト好きな人いるじゃない、だから実際どっちがいいじゃなくてどっちが好みかなんだろうね。もう小さい動きでシャフトがしならない方がボールにクリーンにこういけるのか、間があってしなってる方がボールに直接いけるのかを好みで選んであげればいいっていうことだよね。明らかに猛打スウェッジの方が短く持った小さい距離の時にしなりをすごく感じる。そうですね。なんか当たりが柔らかくなる感じします。柔らかくなる。これ怖かったな。もうなんか一発でイップスになりそうな感じがしたこれ上げたい時はさ、上げなきゃいけないシチュエーションだとしたらさ、どっち？上げなきゃいけない時は、ウェッジじゃなくて115な気がするんですよね。上げなきゃいけない時に、考え方2つあるじゃん。ロブ打つのか、普通に打って上がるのか、どっち？ロブ。ちょっとなんかハーフロブみたいに打たなきゃいけない時、20ヤードハーフロブみたいに打たなきゃいけない場所を探す。そこ、あ、その辺、